こんにちは。今日は福田敏夫さん、福田明子さん作のみんなカメを読みます。みんなカメ。コロ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 コツン。なんだろうこれ。パカ。もうわかったかな。僕カメ。黄色いカメさんだ。おーいおーい、誰か呼んでるよ。僕たちが本当のカメだよ。ほら、綺麗な色でしょ。本当だね。おーい、また誰か呼んでる。何言ってるの。カメは首が長くなくっちゃ。首が長いね。おーい、本物のカメは俺様みたいに力が強いんだ。この口見て。強そう。待って。力だけじゃダメよ。カメは私みたいにスイスイ泳げなくっちゃ。海を泳ぐカメさんだね。おいおい、この立派な甲羅をご覧よ。おいらが本当のカメさ。綺麗な模様だね。ほっほっほーい。わしが本物のカメじゃ。もう100年も生きとるんじゃ。100年って長生き。ねえ、見て。空から声がするよ。僕なんか空を飛べるんだよ。嘘。カメ、空飛ぶ？ああ。ずるい。わあ、落ちちゃう。ああ、落ちる。あー、いててて。あれ？君、誰？誰だったっけ？僕、カメ。私も、わしも、僕も、おいらも、私も、俺も、僕も、私も、みんな、カメ。いろんな形、いろんな色。でも、みんな、カメ。ケヅメリクガメは陸に住んでいて、大人になるととても大きくなるよ。アカハラガメは池や沼に住んでいて、お腹が赤いよ。ナガクビガメは池や沼に住んでいて、首がとても長い。ワニガメは池や沼に住んでいて、顎の力がとても強い。アオウミガメは海に住んでいて、砂浜で卵を産むよ。泳ぐのが得意。ホシガメは陸に住んでいて、背中に星のような綺麗な模様があるよ。ゾウガメは陸に住むカメ。一番大きなカメで、とても長生きするんだって。ミシシッピアカミミガメは緑ガメとも呼ばれて、池や沼に住んでいるよ。子供の時は、甲羅が緑色をしているよ。
おしまい。今日の本どうでしたか？気に入った方はぜひ下のリンクの方から買ってみてくださいね。そしてチャンネル登録もよかったらしてみてください。それじゃあまた。